東口湘南台駅は、神奈川県藤沢市湘南台にある、小田急電鉄、相模鉄道、横浜市営地下鉄の駅。藤沢市北部の交通拠点となる駅である。また、慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス、文京大学湘南キャンパス、湘南ライフタウンへの玄関口でもあり、多数のバス路線が乗り入れている。小田急江ノ島線、相鉄泉谷線、 横浜市営地下鉄ブルーラインともに、船内で最も新しい駅である。1990年代以降、当駅周辺は急速に発展し、現在藤沢市内の駅では、藤沢駅に次いで2番目に利用者が多い駅となっている。当駅は、藤沢市の北部第一都地区画整理事業に伴い、1966年11月7日に、 小田急江ノ島線の新駅として開業した。駅名は、展望の、良い、明けた台地にあり、新しい住宅地として、ふさわしい名として、湘南台となった。なお、駅開業当時の地名は、縁業であり、その後1984年に、東土地区が整理事業が完了したのに伴い、駅名に合わせ湘南台に、町名変更された。 1960年代に、イスズ自動車を、はじめ多くの企業立地の需要に応えるため、また新たな住宅需要や、通勤需要に応えるため、長後駅と6海駅の中間に新駅を設置し、その新駅周辺に商業、業務地区を形成することで、藤沢市北部の新たな中心地を形成することを、図る目的で始められた。1980年代になると、 当駅周辺には、藤沢北警察署、藤沢市秋葉大文化体育館、藤沢市総合市民図書館、湘南大文化センター等、公共施設が多く設置され、藤沢市北部の新たな中心地としての機能集積が、図られた。1990年代になると、1991年の、慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスの開設。 1999年の相鉄泉谷線と横浜市営地下鉄の延伸に伴い、当駅周辺は急速に発展することとなった。2000年代になると、当駅の利用者が増加し乗り換え駅になったこともあり、小田急江ノ島線は2000年には急行、2002年には湘南急行の停車駅となった。また、2005年には当駅と慶応大学間を結ぶツインライナーが、 神奈川県内で初めて運行された。現在、当駅周辺は藤沢市北部の中心地として活況を呈している。京城駅舎時代の東口。バスは、伊子図工場の送迎用改札口、切符売り場などは三社局とも、地下1階の東西自由通路にある。地下1階の東西自由通路には、コンビニエンスストアパンや、そば屋、旅行代理店、書店、 床屋などの商業施設や駐輪場なども設置されている。地下1階の東西自由通路、地下広場は藤沢市が管理する行動として設置され、24時間行き来することができる。通路の福音は約25メートルと幅が広く、地下広場も西口と東口の2箇所にあり、地下広場を利用したイベント開催などにも活用されている。また、地下2階には、 藤沢市町づくり協会が管理する駐車場が設けられている。通路の壁には随所に湘南大地区キャラクター、弓丸があしらわれている。相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。自動改札機設置駅。2000年の改良工事後に小田急の駅としては初めてソーラーパネルを設置し、太陽光発電を導入した。ホームから改札間には、 階段の他にエスカレーターやエレベーターが設置されている。このエスカレーターは節電のため一定時間人が乗らなかった場合、自動的に停止するようになっている。また改良工事前は、現在の出入り口 CE 付近に、京上駅舎が設置されていた。乗り場乗り場は東側を一番ホームとして、下表の通りとなる。島式ホーム一面二線を有する地下駅である。 自動改札機設置駅。相模鉄道最南端の駅である。現状では終着駅であるが、慶応義塾大学省南藤沢キャンパス付近を経て、東海道新幹線の新駅構想がある、倉見方面への延伸計画がある。泉の線ホームが地下3階と深い位置にあり、小田急江ノ島線の下をくぐって、西口側まで伸びているのはこのためである。 かつて終着駅であった泉屋や泉中央と同様に駅自動放送が設置され列車接近、到着、発車時に流している列車発車時には電子電令から発車ベルやブザーが明動するホーム有効長はいずれも重量編成分である足元には LED ランプが設置されており接近案内表示機と発車合図表示に連動して点滅するホームにある 発車票は、開業時は、番線別に設置されていたが、2009年7月頃の交換時に1.2番線共用のものが設置された。改札口にある発車票は、開業時から1.2番線共用のものである。改札は1箇所、階段とエスカレーターは2箇所に設置されている。この他に、ホーム中ほどにはエレベーターが設置されている。湘南大管区として、 泉中央東駅間を管理している。当駅の最終電車は次の日の始発電車になるため重量、編成一本を当駅に深夜配置を行っている。また、相鉄のマスコットキャラクター、ソーニャンにかけたダジャレで、校内改札前に、ソーニャン大駅と名付けた、駅名標を模したブースが設けられている。この駅名標には、s o 十八の駅番号が表示されているが、十八は、 の意であり、営業線内に20番台の駅番号は存在しない。乗り場横浜市営地下鉄ブルーラインの運行系統上の起点。島式ホーム1面2線を有する地下駅である。横浜市営地下鉄において唯一横浜市街に存在する駅である。駅長所在駅。湘南大管区駅として、当駅踊り場間を管理している。 2007年9月15日にホームドアの使用を開始した。かつては定期券発売窓口が設置されていたが、その後窓口を廃止し、自動券売機で購入する形態に変更された。乗り売機開設以後、どの路線においても乗降人員は増加傾向にある。近年の1日平均乗降人員は過表の通りである。近年の1日平均乗車人員は、 下表の通りである。湘南台地区は昭和40年代に土地区画整理事業によって誕生した町である。東の境川、西の引き地側に挟まれた台地であり、道路が格子状に整備されている。また、駅周辺道路は踏切がなく、渋滞の発生はほとんど起きない。1966年に小田急江ノ島線湘南台駅が、 新たに開業した当初、駅周辺は開発途上であり、換算としていたが、その後1979年に、忠実屋が開店。1980年代には、藤沢北警察署、藤沢市総合市民図書館、湘南台文化センター等の公共施設が設置され、徐々に都市機能の集積が図られた。そして1990年代以降、 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスの開設、相鉄泉谷線、横浜市営地下鉄の延伸等により、駅周辺は急速に発展し、現在は藤沢市北部の中心地として活況を呈している。駅周辺には多くの公共施設、商業施設、高層マンションがあり、藤沢市北部の文化、商業、交通の中心地となっている。また、 慶応義塾大学、文京大学、日本大学、多摩大学、横浜薬科大学など多くの大学があり、文京都市としての性格を有する。このほか、駅製法には、いすず自動車をはじめ、多くの企業の事業所が立地している。また、駅周辺では、毎年10月にサンバカーニバル等のパレードがある、湘南大ファンタジアが開催されている。 東口駅前湘南台文化センター、湘南台公園東口周辺は、公共施設、商業施設、高層マンションが多くある。地球におもした球体がある、近未来的な外観が特徴的な湘南台文化センターは、湘南台地区を象徴するランドマークとなっており、プラネタリウムやホールがある。また、行政の窓口機関である湘南台市民センターが併設されており、 各種行政手続きが利用できる。西口駅前高層マンション群引き地、川西口周辺は商業施設、高層マンションが多くある。西口からは、当駅と慶応義塾大学館を結ぶツインライナーが運行されている。駅西方の遠藤地区には、秋葉大運動公園や伊東ヨカ堂がある。秋葉大運動公園にある藤沢市秋葉大文化体育館は、 宇宙船のような外観が特徴的であり、藤沢市北部のスポーツ施設の拠点として、各種大会や大相撲藤沢場所が開催されている。この秋葉大文化体育館は、日本を代表する近代建築家である牧文彦により設計されたものであり、後にこのデザインを基調に幕張メッセを設計している。同じ遠藤地区にある、 慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスの校舎も同市により設計されている。また、駅西方には、いすず自動車の大型事業所をはじめ、桐原工業団地周辺には、多くの企業の事業所が立地する。2017年には、いすず自動車の博物館施設である、いすずプラザが開館した。当館は入場料無料であり、カフェや宿泊施設が併設されている。 このほか、西口には、藤沢市内最高層のタワーマンション、エスタテラ、湘南台がある。2005年に、神奈川県内で初めて、湘南台駅西口慶応大学館で、ツインライナーの運行が開始された。これは、1999年に東駅へ、相鉄泉谷線と横浜市へ地下鉄が延伸して、以来、東駅の利用者が延伸前年である1998年の、 約5万人から2002年には約10万人と倍増したためバス路線が慢性的な輸送力不足となりこの問題を解決するために導入されたものである2003年に国土交通省神奈川県神奈川県警察慶応大学と神奈川中央交通により新たな公共交通システム導入検討委員会が発足し2004年に 新たな公共交通システムとして、通常のバスの約2倍の輸送力を持つツインライナーの導入が提言され、2005年に運行が開始された。以下の路線が神奈川中央交通により運行されている。なお、西口発着路線の詳細は、神奈川中央交通綾瀬営業所、神奈川中央交通東、藤沢営業所、神奈川中央交通茅ヶ崎営業所を、 富士51を除く東口発着路線の詳細は、神奈川中央交通、戸塚営業所をそれぞれ参照。西口にて停留中の連接バス。ドイツ製メルセデス・ベンツ、ネオプランの車両が運用されている。東京駅、新宿駅からの深夜急行バスは東口に到着する。相模鉄道がロケーションサービスに積極的であることから、 当駅の相鉄駅構内で撮影されることが多い。以下に一例を示す。注釈出典。ありがとうございます。